道の区湾道の区湾は、青森県の下北半島、夏止まり半島、津軽半島に囲まれた湾。平立海峡で、津軽海峡と通じ、津軽暖流が、津軽海峡から、平立海峡を経て流れ込み、湾内を周回して、津軽海峡に出ている。青森県下北郡西村焼山崎と、東津軽郡外ヶ浜町平立灯台を結ぶ、線から、 南側の海域。湾高幅1 4キロメートル面積1667.69平方キロメートル湾内最大水深7 5メートルである。夏止まり半島を境に、湾南部は、東南の野辺寺湾と、西南の青森湾に分かれ、北東にも大港湾という、小さな湾がある。大港湾は、足先と呼ばれる差しによって内部に、 足崎湾を形成している。湾内の海岸近くには、無人島や岩礁がいくつかある。湯の島は、対岸の浅虫温泉から片栗祭りなどの時期に、船で渡ることができるほか、夏止まり半島突端の大島は、橋で、行き来できる。このほか平内町の沿岸に、茂る浦島と鴨目島、むつし脇の沢沖には大島がある。道の区湾内では、 各所で、ホタテの養殖が行われ、ナマコ、ホヤ、トゲクリガニ、ヒラメなどの魚場にもなっている。しかしホタテは、海水温の上昇に弱く、2010年の猛暑で、養殖ホタテに被害が出た。生害に比べ暑さにも強いとされている。ホタテの違いも相当数が死滅した。ホタテは殻付きで出荷されるほか、貝柱だけを取り出して、 貝殻は捨てられる場合も多い。道の区湾沿岸には現代版の貝塚とでも言うべき、高く積み上げられたホタテ貝殻の小山が存在する。湾内にはカマイルカが回遊し、フェリーなどを応用した観光業も行われている。沿岸部の多くは、国道4号など道路が整備され、鉄道では青い森鉄道線と、JR 東日本の大港線、津軽線が走る。 JR の快速列車、リゾートアスナロは、海岸近くの区間では、道の区案の眺望を売り物の一つにしている。青森県の北半分は、道の区案を挟んで陸地が、オメガ地上に向かい合う。道の区案を通る旅客船やフェリーは、道路、鉄道整備や過疎化で減ったとはいえ、現在も、複数運行されている。平立海峡は陶器を除き、 ムツワンフェリーで渡ることができる。青森港からは、北海道の函館港と、青函航路が設定されているほか、シーラインが、下北半島北西の最港などと結んでいる。この航路は、継承地として知られる仏ヶ浦を、海上から遠望できるほか、4から10月は、仏ヶ浦による、観光船に乗り継げる。道の区湾は、 国際海峡である津軽海峡を含めた日本北方海域を睨む大きな内海であるため、湾北東の大港が日本海軍時代から現在の海上自衛隊まで重要な軍港として使われている。ありがとうございます。